Let's get started. Moeko Channel.萌子チャンネルです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。本日は納豆プラス何々からなんと青魚でございます。お魚ご紹介します。はい、お魚といえばね、もう牧野久美先生にお願いしたいぐらいなんですが、もともと青魚はこういった生の刺身が好きだったんです。ただ先月ある日突然コンビニのサバの塩焼きを食べて驚くほど美味しくてすっかりハマってしまいました。今更惜しいな。まずセブンイレブンの商品なんですが、ふっくらと焼き上げたサバの塩焼きというネーミングになっております。これ昨年まで調べましたら、遠赤外線で香ばしく焼き上げたサバの塩焼きという名前だったんですが、遠赤外線で焼くのをやめたのか、またちょっとカロリーなんかも変わっております。この後栄養価ご紹介していきます。まずエネルギーが1枚あたり275キロカロリー、これは昨年271からちょっと増えてます。そして脂質 22.9g、 糖質 0.1g、 この後にも少しずつちょっとだけ増えております。食物繊維は 0g のまま、食塩相当量 1.4g となっております。コンビニのサバなんですがレンチンタイプになってます。500から600ワットで約50秒と表示されています。すっごいです、音がグツグツしてます。はい、ダイエットに大事な部分、タンパク質なんですが 17.2g となってます。プロテイン量の1日分ぐらいにはなってますので、結構よく取れていいですよね。おそらくノルウェー産とのことをネットで調べました。塩とだし昆布に漬け込んだというのが特徴になっています。こちらが味噌玉の味噌汁です。味噌玉を溶くとお麩が現れます。ケールのサラダ、納豆にパックです。皮がパリッとしてとっても美味しかったです。税込み289円でした。続いてこちらがファミリーマートお母さん食堂シリーズのサバの塩焼き熟成仕込みです。ひとまずたまたまだと思いたいんですが、私お魚は頭が左を向いているような気持ちで食べる方が好きなんですが、ファミリーマートは何回か開けても逆バージョンが多かったのが不思議です。こちらは1500ワット、約15秒、500ワット、約60秒と記載されています。お店で温めてもいいですよという意味かもしれません。はい、これ違う日なんですけどやっぱり右向いてますね。まあそれはいいとして栄養価いきます。エネルギーは256キロカロリー、脂質 21.2g、 糖質 0.5g、食物繊維 0g、 食塩相当量 0.4g です。気になるタンパク質は 15.8g とセブンイレブンよりは少し少なめなようなんですが、セブンの方が昨年から食塩が 1.9 から 1.4 に減ってるんですが、ファミリーマートはなんと 0.4 なんですね。これを考えるとダイエットとして毎日食べたり、ご飯を取らなく、夜は私お酒飲みますので、おつまみだったらお塩少ない方がいいかなと思って今はファミリーマートが多くなってます。9円高いのとタンパク質が少し少ないんですが、脂質などがファミリーマートの方が少し低いです。糖質は少し、まあ、変わらない程度ですね。でこちらはホームページにノルウェー産としっかり書かれています。魚醤塩塩と書かれてました。この魚醤プラス塩という言葉を探してみたんですが、ちょっと見当たらなかったので、オリジナルのお塩なんだと思います。味は正直セブンイレブンの方がもしかしたら皮がパリッとしてるかもしれないんですが、お塩の点だけです。またファミマの好感が持てる点が、あの物流大手
日本アクセスさんのシールが必ず貼ってありまして、北海道地方は小樽で作っていたり、神奈川県は相模原で一括していたり、東京都のものは西多摩郡瑞穂町、瑞穂町のシールが貼ってあったりと、物流経路が一枚一枚きちんと貼ってあることにびっくりしました。ご飯が絶対欲しいとはならないので、ダイエットにはこちらが向いてるかもしれません。ローソンも試してみたいですが、油が乗ってジューシーなサバの塩焼きなので検討中です。お次はのぶたプロデューススプロデュース5の動画でもご紹介してましたオイルサーディンですね。こちらはダイエットというか、こちらも EPA、DHA ということで、あと少し食べたら満足する、あとはお買い得だっただけですね。表示価格よりだいぶオフになってました。なんか彩り悪く、ちょっと情けない感じの食卓になっているんですが、こちらチキンの方はサラダチキン、こちらもファミリーマートのタンドリー味です。こんな感じでカルシウムも取れて、イワシも美味しいし、青魚に凝ってます。で、今回なぜこのコンビニのサバにハマったかというと、実はこちらなんですけれども、高田馬場ジェットロボットでたまたまコンビニのサバの塩焼きをいただいたという話でした。本日はコンビニのサバの塩焼き比較、セブンイレブン対ファミリーマートでした。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ご視聴いただきましてありがとうございました。また明日です。